our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young.こんにちは、まるです。今回は軽井沢旅行に行ってきて、鶴屋でたくさんお買い物をしてきたので、そちらをご紹介していきます。だいたいね、8000円分ぐらい買ってきたので、よかったら今回も最後まで見てもらえたらとっても嬉しいです。ではでは最後までよろしくお願いします。今回鶴屋で購入してきたものはほとんどがねプライベートブランドなんですが、一部普通のお土産が含まれているので先にそちらだけご紹介していきます。まずはこちらの軽井沢高原ビールです。1本310円で購入しました。なんかね鶴屋には本当にたくさんの種類のビールが置いてあったんですけど、ちょっとねこちらは初めて見たっていうことと2024年の限定ということで気になって買ってみました。パッケージはね、こんな感じで、クマちゃんが描かれていて、とっても可愛いです。で、味わいはベリーや柑橘を思わせるような華やかな香りっていうことで、フルーティーでとても美味しそうだなと思って買ってみました。次はこちらのジャージープレーンヨーグルトです。1パック259円で購入しました。私はプレーンヨーグルトが好きで、蜂蜜が入ってたりとか、加糖とかがされてないものに自分でドライフルーツを入れたり、好きな量だけ蜂蜜を入れたりして食べるのが好きなんですが、他のものがね、結構加糖されてるものとか、蜂蜜が入ってるものが多くて、プレーンヨーグルトはちょっと私これしか見つからなかったんですが、信州の八ヶ岳産ジャージー乳しようっていうことでとっても美味しそうだなと思って、ちょっと試しに買ってみました。ヨーグルト試食してみようと思います。なんかね、このスプーンですくってみた感じ、ヨーグルトっていうか、結構濃厚で、クリームチーズのような感じです。ん?美味しい。すっごく濃厚で、ヨーグルトっていうより、やっぱり食べてみても、クリームチーズとか、生クリームにね、近いような感じです。とっても美味しいです。次はこちらの、オブセ牛乳のしっとりドーナツです。1パック299円で購入しました。で、このオブセ牛乳っていうのは、信州のオブセ町で愛されてる牛乳らしくって、そちらを使ったドーナツということで、ちょっとドーナツ、こういう素朴なドーナツが大好きなので買ってみました。個数もね、7個入っているので、ばらまきにもとってもいいかなと思います。次はこちらのオブセ牛乳キャラメルです。1袋199円で購入しました。でね、こちらも先ほどご紹介したオブセ牛乳ドーナツと同じシリーズのもので、でね、私このドーナツもキャラメルもこの可愛い坊やに惹かれて手に取ってるんですけど、キャラメルはね、ドーナツよりも期限が長持ちして、25年の4月まで持ちっていうことで、人にあげるのにもとってもいいと思います。でこのドーナツやキャラメルの他にも、ミルクまんじゅうとか、あとゴーフルとかもあったと思います。次はこちらの爽やか信州軽井沢のウィンナーです。329円で購入しました。で、今回はこの粗挽きウィンナーとハーブ&レモンのものを選んできてるんですけど、この他にもチョリソーのものとレモンのものの2パックのタイプもありました。でね、これの他にもね、鶴屋のプライベートブランドのソーセージとか、他にもね、信州のソーセージがたくさんあって、どれにするかとても悩んだんですけど、ちょっとね、今回はシンプルなものを選んでみました。次はこちらのコーズジャージーの飲むヨーグルトです。1本159円で購入しました。でね、飲むヨーグルトもいくつか種類があって、どれにするか迷ったんですが、一番手に取りやすい場所にあったこちらが、きっと売れてるんだろうなと思って安直な考えで買ってきました。で、サイズはね、150ml なので、それほど大きくないので、すぐに飲み切れてしまうサイズです。ここからは、鶴屋のプライベートブランドのものをご紹介していきます。次はこちらの冷凍ハンバーグです。1パック99円で購入しました。
こちらがチーズインハンバーグで、こちらがね、舞茸のハンバーグです。どちらもね、同じ値段で99円でした。でね、こちらは冷凍商品だったんですが、ちょっとね、この安さにびっくりして、ちょっとどうしても試してみたいなと思って買ってみてます。今回はこの2種類を買ってるんですけど、この他にプレーンの何もソースがついてないハンバーグも売られていました。そちらもね、同じ値段だったと思います。買ってきたハンバーグを湯煎で温めてきたので、こちら試食していこうと思います。ちょっとね、私、買う時に気づかなかったんですけど、こちらのハンバーグ湯煎で20分かかるっていうことで、思ったより時間が長くてちょっとびっくりしちゃいました。でも気を取り直して食べていこうと思います。こっちがね、舞茸の方で、こっちがデミグラスの方です。あ、ふわふわ、結構柔らかいですね。うん。美味しい。こちらはね、こんな感じで結構舞茸がたくさんソースに含まれてるんですけど、食感が楽しくてとっても美味しいです。ただね、おろしハンバーグって言ってたので、結構大根おろしたくさん入ってるのかなって思ったら、正直あんまり感じられなかったんですが、まあこれはこれで美味しいのかなという感じです。結構生姜が効いてるので、大人の方に特におすすめかなと思います。次はこちらのチーズインデミグラスハンバーグ食べていこうと思います。あ、チーズが見えた。美味しそう。こっちもとっても柔らかいですね。お、こんな感じで真ん中に、見えるかな?真ん中にチーズが入ってる感じです。うん、美味しい。このハンバーグはどちらもお肉が鶏と牛なので、そこまでしつこくないので、中にね、チーズが入ってたり、デミグラスソースがかかってても、とっても食べやすいです。なんかすっごく懐かしい味がして、私はどちらかというとこちらのチーズインデミグラスハンバーグの方が好みかなとは思うんですが、こちらもお好みに合わせて買ってみてもいいと思います。次はこちらの信州高原地ビールのブロンドです。1本244円で購入しました。でね、こちらは今回ブロンドのものを選んでるんですけど、他にもね、種類が2種類ぐらい置いてありました。こちらも鶴屋のプライベートブランドなんですが、味わいとしては柑橘を思わせるホップの華やかな香りということで、こちらもね、先ほどご紹介したビールと同じようにフルーティーでとっても美味しいんだろうなと思って買ってみました。次はこちらの信州蔵詰めの中甘味噌です。1パック 500g 入りで199円で購入しました。なんかね、これもう本当に安くてびっくりしたんですけど、私お味噌が大好きなので、ちょっとこちらを試してみたくて買ってみました。で、今回私は初めてなので、スタンダードな中甘味噌を選んだんですが、他にもね、甘口味噌もあるみたいです。うちはね、ほぼ毎日和食を食べているので、お味噌汁にするのはもちろんなんですけど、あとはね、クリーム煮とか、味噌グラタンとか、牛乳と合わせてもとっても美味しいので、ちょっと寒い日にこちらのお味噌を使った味噌グラタンを作ってみようかなと思います。次はこちらのキノコチャウダーです。1箱2袋入りで249円で購入しました。で、こちらはね、信州産の生キノコと国産野菜を使ってるっていうことで、軽井沢らしくてとってもいいなと思って買ってきました。この他にも、コーンスープとか他の味もあったと思います。でね、最初手に取った時は、粉末のものかなと思ったんですけど、ちょっと思ったより重さがあって、ちゃんと読んでみたらレトルトのものらしくて、湯煎で温めるかレンジで温めて食べるそうです。ちょっとまだ寒い日の朝とか、なんだか頑張れない休日のお昼とかに、とてもいいなと思って購入してきました。次は生そばです。2人前199円で購入しました。こちらはね、鶴屋に行く前からネットで美味しいという風に評判が良かったもので、気になっていたものです。ちょうどお家に、
先日買ったとろろがあるので、そちらを使ってとろろそばにしようかなと思います。次はこちらの乾麺のおそばです。3束入りで99円で購入しました。で、こちらは生そばと違って乾燥麺なので、長期保存が効いて、少し気温が上がった日のお昼とか、とってもいいなと思って買ってきました。でね、さすが信州というだけあって、こちら以外にもたくさんおそばの種類があったんですけど、まぁ、ちょっと迷った結果、一番コスパが良さそうなこちらを試しに買ってきました。次はデリシャスディップソースの信州味噌マヨ風です。1本299円で購入しました。でね、こちらの他にもたくさん種類があったんですけど、個人的に信州味噌がとっても大好きなので、こちらを選んできました。味噌マヨ風ということで、どんなお料理にも合うとは思うんですけど、まあ、そのままサラダにかけたり、あとはね、せいろ蒸しのお野菜にかけてもいいと思うし、蒸し鶏なんかにね、かけてもとても美味しそうだなと思って、こちら買ってみました。次はこちらの新生焼きのかぼちゃです。一つ109円で購入しました。実はね、こちら、ご紹介する前に一つ食べてみちゃってるんですけど、かぼちゃのね、甘みがね、しっかりしていて、とっても美味しかったです。で、今回私は大好きなかぼちゃを買ってるんですけど、ナスとか、くるみ味噌とか、他にもね、たくさん味があったので、お好みに合わせて購入できます。で、よくある有名なおやきとかだと、一つだいたい300円ぐらいが相場だったんですけど、こちらはね、鶴屋のプライベートブランドっていうことで、とってもお安かったです。でもね、生地はもちもちで、とってもね、美味しかったです。おやき好きな方はぜひ試してみてください。次はこちらの雑穀ふりかけと野菜ふりかけです。どちらも89円で購入しました。でね、この雑穀ふりかけって私これ初めて見たんですけど、このふりかけの中に9種類の雑穀が入ってるみたいです。便利ですよね。なんか雑穀って炊き上がるのに結構時間がかかるから、本当は雑穀にしたい日もうちょっと今日は時間ないやっていう時は諦めて白米炊いたりすることも結構あるんですけど、これがね、ふりかけで実際食べられるっていうと、お手軽に雑穀を楽しむことができてとってもいいなと思います。で、こっちの野菜ふりかけは、とってもね、色鮮やかでお弁当にぴったりだなと思ったので買ってきました。で、とっても軽いので、人にお土産に渡すにもとってもいいなと思います。次はこちらの万能焼き出しパックです。1パック299円で購入しました。で、ちなみにね、3グラム入りが8袋入っています。でね、私前からこういう国産原料の出汁パックが気になってはいたんですが、やっぱりね、どうしてもちょっとお値が張っているので、なかなかね、手が出なかったんですけど、今回299円ってとっても安く見かけたので、これは今だと思ってカゴに入れました。素材はね、カツオといりこと昆布と椎茸と牡蠣と焼きあごを使用してるみたいです。いつものお味噌汁を先ほどご紹介したお味噌とこちらの出汁パックを使って、ちょっとね、普段とは違うお味噌汁を作ってみようかなと思います。次はこちらのリンゴバター味のポテトチップスです。1袋129円で購入しました。で、こちらはね、実はもうすでに一つ食べてるんですけど、味はね、甘じょっぱくてね、とっても美味しかったです。で、韓国のハニーバターチップスってご存知ですかね。そんな感じで、ポテトチップスの塩味と、あと、リンゴの甘みが合わさって甘じょっぱくてとっても美味しかったです。で、こちらは鶴屋で人気のリンゴバターを再現しているっていうことなので、お土産にもね、とってもいいかなと思います。次はこちらのかりんとうです。どちらも1袋179円で購入しました。今回は牛乳かりんとうと味噌かりんとうを買ってきているんですが、この他にもコーヒーとかレモンとかリンゴのフレーバーもありました。でね、今回のこの牛乳かりんとうはポッポ牛乳っていう八ヶ岳の牛乳を使用しているものと、あとこちらのね、味噌かりんとうは先ほどご紹介した
蔵詰めのお味噌を使っているみたいです。どちらも美味しそうでとっても迷ったんですが、夫も私も牛乳味のお菓子が大好きなので、この牛乳味のかりんとうを買ったのと、あとはね、母にこのお味噌の味のかりんとうを頼まれていたので、こちらを購入しました。牛乳かりんとう試食していこうと思います。うん、美味しい。牛乳味のかりんとうにしたからか、なんだかすっごく素朴な味がしてとっても美味しいです。次はこちらの柔らかドライフルーツです。この金色のパッケージの信州白桃とシナノスイートとあんずがそれぞれ1袋279円で、こちらのシャインマスカット銀色のパッケージのものが499円で購入しました。でね、このドライフルーツはすっごくたくさん種類があるんですが、鶴屋でね、とっても人気の商品のようで、行く前からね、どのドライフルーツを買おうかなって悩んでたんですが、今回は長野のフルーツを使ったドライフルーツに絞って購入してきました。長野県産のフルーツを使ったドライフルーツすごくたくさんあったので、お土産にも喜ばれるかなと思います。次行った時は、ちょっとね、巨峰も気になっていたので、そちらも試してみたいなと思います。早速買ってきたドライフルーツの白桃とシャインマスカットを食べてみようと思います。うん。美味しい。食感が半生製法っていうことで、硬すぎないので、桃本来の旨味がしっかり感じられますね。とっても美味しいです。次はシャインマスカット食べてみようと思います。うん。美味しい。シャインマスカットのドライフルーツって私初めて食べたんですけど、すっごく美味しいですね。ドライフルーツにしてもしっかりシャインマスカットの濃厚な味わいが感じられてとっても美味しいです。どっちも美味しかったけど、個人的にはシャインマスカットが美味しすぎてびっくりしました。これはまた行く機会があったらリピしようかなと思います。次はこちらの果実丸ごとジャムとハニーナッツです。どちらも一瓶399円で購入しました。で、こちらのジャムもハニーナッツも鶴屋でとっても人気の商品のようで、ジャムはすっごくたくさん種類があったのと、ハニーナッツもね、たくさん在庫を置いてあったので、ちょっと気になって買ってきました。今回はジャムに関しては白桃と柚子と巨峰を買ってきてるんですが、他にもね、リンゴやイチゴなどもありました。で、私は今回ね、長野県産の果物を使ったものに絞って買ってきてるんですが、他にも国産食材にこだわったジャムや、栗やね、くるみのジャムなんかもありました。ジャムはね、日持ちするので、お土産にしてもいいかなと思います。で、ハニーナッツに関しては、ちょっと正直私この価格で売ってるのを他のどこでも見たことがなかったので、ちょっとどうしても欲しいなぁと思って買ってきました。一緒に買ってきたヨーグルトに入れて食べようかなと思います。次はこちらの信州リンゴ果汁 100% のリンゴジュースです。1本 750ml 入りで399円で購入しました。今回私はこの富士リンゴのリンゴジュースと混濁富士のリンゴジュースを買ってきています。で、こういう本格的なリンゴジュースって、普通のスーパーとか産直とかに行って買おうとしても、だいたいね、1本1000円は超えると思うんですけど、こちらはね、このリンゴジュースが爆安っていうことで、行く前から買ってみたいなと思ってチェックしていたものです。で、このリンゴジュースもたくさん種類があったので、大きさや種類などはお好みに合わせて選べるのもすごくいいなと思います。買ってきた富士のリンゴジュース飲んでみたいと思います。うん、美味しい。めちゃくちゃ濃厚ですね。わー、美味しい。これリンゴ果汁 100% なんですけど、すっごく甘みが強いです。で、もちろんリンゴの味もとっても濃厚で、なんかね、そのままリンゴ食べてるみたいな感じです。この味のリンゴジュースがこの価格でいいのかっていう感じですね。びっくり。ちょっとこれあまりにも美味しすぎたので、次も絶対リピしたいなと思います。
今日も最後まで見てくださってありがとうございます。私のチャンネルではこういった購入品紹介やレシピのご紹介をしているので、よかったらチャンネル登録をしてお待ちください。感想やリクエストがあればぜひコメントで教えてください。高評価もしていただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。